まずは石川プロずっとこのクロムソフトのボール使われてますけれども、はい、その良さっていうところを聞きたいんですけど、ボールに関してが一番妥協がないと言っても僕は過言ではないですね。フェアウェイからだったりマットの上からだとパフォーマンスがどのボールが一番いいかっていうのは差が出ないですね。やっぱライがいい時だけではなくて、やっぱゴルフはいろんなライのとこありますんで、どちらかというとやっぱラフからのパフォーマンスっていうのはすごく大事になってくる、まあ、フェアウェイキープ率が 60% だであっても4割はラフから打つわけですから、いろんなライから打った時にばらつきが少ないボールっていう、自分のスイングと、そしてボールの実際飛んでいく飛距離だったりスピン量だったり、そういうところがマッチしてこないと、なかなか試合で2ヤード3ヤードっていうところの、狙いを信頼して狙いきれなかったりとかするので、本当にボール一つ変わっただけでその 2,3 ヤードの感覚っていうのはいきなり出なくなってしまう、ものなので、100ヤード120ヤードこのあたりっていうのが本当に生命線なので、ここからどうやって2打で上がるかで、このためには、まあ、1ヤード刻みとは言わないんですけども、やはり105と、100っていうのは打ち分けられなければいけない。これ全く知らないボールでこの距離感を出してくれって言われて もう怖くて打てないんですね。だからやっぱりクロムソフト の、まあ、ここまで積み重ねてきてるこのライから、このクラブでこれぐらいの力感で打てばこの高さで出てこういうスピンがかかるっていうのは慣れもありますけど信頼感っていうのもありますんで、まあ、今この、まあ、クロムソフト、僕は X なんですけども正直に飛んでってくれるボールとしてすごく信頼してます。ゴルフのプレー中ってクラブは毎ショット変わったりしますけど、ボールは常に同じものを一つ使うっていうところが、はい、意外と、自分の場合は短い番手になればなるほど感覚をこうしっかりと研ぎ澄ましていきたいタイプなので、そちらを重視してますね。もう歴代ずっとこのキャロルのボール使われてますけれども、年々進化したな変わったなって思う部分ってどの辺ですか？はい、特にこの今回クロムソフトの自分の X が正直今までで一番劇的に変わったかなというのはびっくりしましたね。5番アイアンで196ヤードぐらいだったキャリーが201とか202ぐらい出るようになって、それがスピンが減ってるだったら理解できるんですけど、スピンが100回転か200回転増えてるんですね。で最高到達点ボールの高さも1メートルか2メートル高くなってた、飛距離が出てスピンがかかって球が高くなっていると、もうこんなにいいことはないんじゃないかと